今日はですね、スタッフのゆうほさんと青山外苑前乃木坂の方から徒歩10分かかんないぐらいのソルソパークへ来ました。ここ一回来たことあるんですけど、ちょっと菓子、お店のね中に置く菓子の中に置く植物をちょっと見に来ました。ああいうサボテンもいいね。いいね。うわ、ちょっと行きますか。すごいね、この鉢いいけどね、普通に。え、これ欲しい。この鉢もいいな。このサボテンもすごいよ。ここのやつ売り物じゃないっしょ、多分。石みたいな。ね。コーヒー。売れない。てか売れないんじゃない。ちょっと見ましょうか。で、これ良かったけど、あれ8万円。8万円もすんの？8万はちょっと高いな。8万グーではないね。あ、8万3000円だ。ロストラー。そのサボテンもいいね。流雪なんとかいいね。でもこの辺いいな。2万円ぐらい。これいいっすね。8はこれも、おっとこれは高い。ユッカリアレス一時百千万、10万円。10万したわ、これ。結構高いな、ちょっと。これすごいよ、ビカクシダ。これいいけど、いくら？45万円。これなんか、ベルセルク出てきそうだね。なんか、生まれそうだよね。生まれるね。グリフィス出てくるよ。なんだっけ、卵。卵でしょ。卵ね。いい匂い。これ、ヨウド金髪になってるじゃないですか。入店しました。どうしちゃったんですか。ちょっとね、お店が明るくなるように。さすが、意識になるように。意識高い系だ。やっぱ植物悩むね。ちょっと決まんないな。見ちゃいました。え、これいいじゃん。枯れないかな。こういうところがちょっと確かに、あの、しらっちゃけてくんじゃない。いや、いいんじゃない、うん、一つ元気だよね。2万円、キャパありあるっす。これキングギドラみたいでいいっすね。いや、あれいいよ。あれが欲しい俺は。カンボジアーナ、ドラセナカンボジアーナ買ってこ。ドラゴニックカンボジアーナです。さあ、ドイロギー始めよう。今日でフリーランスが最終日となります。ちょっとその前にサロン菓子に荷物を持っていきます。レッツゴー。めちゃくちゃ荷物が重い。さあ、今日はリアルメガネでございます。最近ちょっと目の調子が悪いのでリアルメガネちゃんで、これは一応トム・ブラウンのメガネに度が入っております。それですね、今日はですね、フリーランスゴートデーのね、シェアサロン最終日ということで、やべえ、メガネ曇ってきた。はい、最終日なんでね、今日フリーランス最後の日ということで、しっかりお客様をね、やりたいと思います。
まあ、ただ今日はですね2人しかお客様が入っていなくて、朝に菓子の方に荷物を運ん で夜もちょっと荷物の搬入と、サロンオープン準備、もうあと明日明後日一応明後日ねプレオープンなんですよね。当初はレセプションパーティーやる予定だったんでそれなくなったんで準備期間って感じなんですけれども、あと2日でオープンで、で3日4日18日からグランドオープンという形でお客様がやらせていただきますのでね、もうほんと準備期間が短すぎました。まあでもね全力で頑張りたいと思います。お店できた際には皆さんぜひ遊びに来てください。今日も全力投球で頑張っていこう。中目の駅に着きました。お店までの道のりを何パターンかあるんで今日は1個ご紹介したいと思います。まずはまっすぐ行きます。改札を正面口出てまっすぐ蔦屋書店がある方をまっすぐ行きます。川沿い越えて 1LDK の通りまでちょっと行きたいと思います。セブンイレブンの角を曲がります。 1LDK がある通りですね。光明線という銭湯もあります。でもこの通りをひたすらまっすぐ徒歩ここから5分ぐらいですね、ずっとまっすぐ行きます。はい、でこちらがですね東京音大の大学がございまして、それを横目にずっとまっすぐ行きます。まだまだ行きます。はい、ここがですねオルゴーがある通りです。ここにもね美容室があるんですよね。おしゃれな美容室です。オルゴーのある通り、ここもさらにずっとまっすぐ道なりに行きます。レッツゴー。で、お車で来る人はですねここのミスターパーキング青葉台っていうのが比較的安くて広くておすすめです。やっぱり広いと入れやすいんでね、ここのパーキングは結構広いんでおすすめです。で反対側にはディセンダントのショップがございます。これも越えてまっすぐ行きます。はい、でここがね曲がるとルース2ブランチーズの通りで、ここに角に古着屋さんがあって、ここが目印ですね。これをもうちょっと先に進むとすぐございます。ネームっていうショップの隣で奥にバーバーがあります。5ザ・バルバ東京5、ここの地下になります。ここが目印、ここの地下です。さあ到着です。こちらの地下ですね。よし、こちらです。でここをまっすぐ行ってエレベーターがあって、ここが入り口になります。お待ちしております。いや荷物めっちゃ重い、疲れた、荷物をしまいます。オープンに向けて
準備していくだけですね。朝の静かな内装です。もう直射日光はそこまで入らないんですけど、この朝の自然な光の感じすごいいいですよ。この撮影とかもできそう。シャツにコンフェクトのニットと小森のタイロッケ、マフラーはオーラリーのアイテムはメルカリで売ってしまいました。毛がめちゃくちゃつくんで使えなくて、結局スタジオニコルソンです。足元はパンツです。いや、お店最高だ。ここのね、この木の天井がめちゃくちゃかっこいいんですよね。これはぜひね、来たらご覧になってください。見てこのクオリティの高さ、素晴らしい。そしてこのシャンプー台脇のこのローズウッドのね、木の箱というかボックスがかっこいいんですよね。今度またライブ配信とかいろいろお店の内装もお見せしていくんでね、お楽しみにしてください。そして防衛猛炎戦のソファーベッドです。今日最終日でヒカリエにお菓子買いに来たんですけど、今ね思い出しました。今日はバレンタインデーです。ハッピーバレンタイン。チョコもらう準備できてなかったわ。トラックで来るの忘れた。味見してから渡します。さあ、今日でこのモーディの4階スタバの横のシェアサロンも最後です。なんだかんだ半年いたんでお世話になりました。お疲れ様。さあ、フリーランスでの仕事が終わりまして、今から中目のまた店に荷物を運びます。めちゃくちゃ重いです。荷物搬入です。さあ、中目に到着です。ちょっと今日は朝とは違う方向から行ってみます。これをまっすぐ行ってどこかで右に曲がります。さあ、さっきからね、この大きい荷物の中でトリマーがずっと動いててバイブってます。後で消します。参りましょう。さあ、ここで曲がります。新しくラパンというパン屋さんができておりました。生食パン、ラパン。ここを曲がっていきます。はい、それでですね、このカフェのところをまっすぐ行ってもいいんですが、左に曲がります。ルーツ2ブランチーズの方まで歩いていきます。春はね、桜が咲くからね、桜を見ながら来てもらえるといいですよね。そしてですね、言い忘れてたんですが、フリーランスの、ね、サロンを終えまして、フリーランス期間も通い続けていただいたお客様たちには、皆様本当に誠にありがとうございます。お待たせしましたということで、新しいお店の方もぜひね、遊びに来てください。はい、ベストパッキングストアとかを超えていきます。天気いいな。そこまでのタイロッケン着てると暑いです。それでまっすぐ行きますと、角にベンダーとサイドウォークコーヒーっていうコーヒー屋さんがあるので、そこを右に曲がっていきます。こ
この橋を右です。で、こちらが上がルーツ2ブランチーズですね。これをまっすぐ行きまして曲がります。はい、チョコレートタカ、これも越えていきます。あの信号を左に行きます。多分朝の道よりこっちの道の方がちょっと近い感じしますね。いろんな店もあるから見ててね、飽きないですね。でも美容室が、でここの角のドロップっていう古着屋を左に入ります。この信号を左ですね。でちょっと行くと、ネームっていうお店があって、その奥にバルバ東京5っていうバーバーショップがあって、そこの地下になります。古着屋さん、ネーム、バーバー、そして歌詞はここの地下でございます。到着、着きました。まだこれ仮です。ちょっと荷物だけ置きます。重い。日差しが、なんかここで入るのいいですね。直射日光はね、入らないんだけど、この光がここに反射して足元にいい光を見出します。さて、もう春ですね。暑いんで脱いちゃいました。家にまだね荷物があるので、ちょっと一回家に帰ってまた歌詞に集合して荷物の搬入をしたいと思います。いや今日あったけえな、気持ちいいです、最高。すごいワンちゃん、かっこいい。ちょっと昼飯食う時間がなかったので、ファミマのグラタンコロッケバーガー。雲が綺麗です。天気いいって最高ですね。店に向かいます。さあ、また荷物の搬入です。 IKEA の袋がね役に立つ。でかいトートも2個あるから役に立つぜ。搬入、レッツゴー。お疲れです。お待たせ。待った？うん、全然さっき来たところ。行くぜ。ます、今日3回目です。あ、 UFO に鍵持ってきたわ。 UFO 鍵。あ、すごい。隣のレストランが出来上がりたいんですが、出来上がってきてます。今日3回目です。あ、なんか届いてる。あ、これ UFO。 さあ、電気つきました。いいね、夜の歌詞です。ちょっと荷物運ぼう。 IKEA の袋が役に立つ。さあ、今ね持ってきたダイソンのドライヤーとかを持ってきたんで、それをいろいろ片付けていきます。やった、バレンタインでチョコレートもらいました。やった、これで100個目。ありがとう。ほらほら、これおしゃれな傘立てよ。雨の日外でも。そうだね。うん、でもなんか中のマッチだね。雨降ってない時でも置いといていいかもしれない。さあ、これはソーラー組み立てましょう。組み立て式のソーラー。
暗すぎて見えない。いや今日までフリーランスだったね俺ら。お疲れ様でした。もうフリーランスになることはない。何ヶ月だった？半年？半年ちょうど半年ぐらい。でもいい勉強になったね、いろいろと経験としてね。そうだね、人も良かったし、感謝感謝。感謝です。音声のみでお送りしております。クラブハウスです。さあただいま帰ってまいりました。お疲れ様です。いやいや準備をしてきたんですけどね、まだまだ明日にいろいろと荷物が届くので、オープンまであと今日14なんで14、15、16で、16日がまあプレオープンって形なんでね、17、18あと4日です。グランドオープンまであと4日ということで、まだまだなんか全然実感がないんですけれども、着実にちょっとオープンに向けてねしっかり準備していきたいと思います。予約の方はもう1週目はもうかなり埋まってきて、2週目も結構埋まってきてるので、結構ね準備マジで足りないですね。足りないというか、なんというかシャンプー台周りのねこう位置がちょっと違かったりとかね、いろいろと不手際と言いますか、なんかこここうしたくなかったってこういうの結構出てきておりますね。まあ、ただやっぱそれも含めて勉強ということでね、今後に生かしていきたいと思います。ということで今日はもう風呂入って、明日ね早朝にちょっとウェブ CM のモデル撮影で、モデルとなってねちょっと撮影してくるんですけど、撮影して保健所行って、保健所の審査のなんか書類をもらって、また店で準備をしたいと思います。ここからはもうオープン前の Vlog ということでね、全力投球で頑張っていきたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。それではアリー。